みんな、いるかな。みんないるかな。みんな見てくれてるかな。こんばんは。はい、ショールームイベントのことについてお話をしようかなと思って配信をしてます。こんな遅くにすいません。ごめんね、めっちゃ待たせてしまった。すいません。ですね、もういろんな、なんかそうメールとか送ってしまったんですけど、そうちゃんとそうちゃんとね、私の口から伝えないとって思って、はい、なんですけど、そうね、言うめっちゃ待って、この配信前にすっごいちゃんと言うことまとめたのに、配信始めた瞬間今吹っ飛びそう、ですね、今回のショールームイベントについてなんですけど、そういろんなこうね、みんなのメールの返信とかすごい読みました、全部。そうありがとうございます、いろいろね、ありがとうございます、いつも、でですね、まあ私はあれですね、もう皆さんご存知の通りなんですけど、来月頭に落語に、はい、出演させていただいたりとかで、今日もお稽古とかあったんですけど、そう稽古とかあったりですね、あとはあれですね、30日の今はツアーに向けてこうリハーサルを、はい、頑張ってる毎日でして、あれですね、まずはそうね、今回のイベントなんですけど、こうルームある通り、こうルームに何ショールーム参加するルーム一覧に多分私の名前入ってるんですよ。はい、そうそう入ってるんです。でそうあれをショールーム参加するってこう決断したのがイベントね、そうエントリーしたのが、まあ、数日前でなんですけども、本当にもうこんな一回エントリーしてるのに、そうなんかこんなもうイベント当日にもなって、そうそうちゃんとはっきりしろって感じですよね。本当にごめんなさい。もうそうですね、エントリーするの自体もうめちゃくちゃ悩んで、エントリーし頑張ろうって思って決めたんですけども、参加しようって、決めたんですけど、なんだろうな、やっぱあれですかね、こうそうね、この5日間っていうかあれだね、イベントの5日間で、まあ落語の稽古とかあとはいろいろお仕事がありがたいことに入っていてですね、おしゃべり会とかもあったりして、そう
こうイベント、昨日になってイベント前日になって改めて考えた時に、なんだろう、ちゃんと私はこう、私もだし、ななみ推しのみんなも、うん、こうのね、どっちものこと考えてた時に、なんかこの5日間でこうもイベントに全力を注ぎ込むっていうのが、なんか多分私、今の私にはできないなって思って、うん、そうなんですよね。でも私はこういうイベントはもう、やるからには全力でやりたいって前から言ってるじゃないですか、ショールームイベント1年前の時もなんですけど、うん、そう考えた時に、うん、そうだね、ちょっとなんか自分の体力面とかも考えて、100% でこのイベントをやりきるっていうのが自分が想像つかないというか、うん、ちょっと厳しいなって思ってですね、うん、なんか私は今目の前にこう、まあ22日おしゃべり会もあって30日にツアーファイナルもあって、11月頭にはね落語も始まるんですけど、そう、うん、まずはね、その目の前のことを、ね、目の前の決まってるイベントとか落語ね、初めての落語だから、なんかその落語とかね、ツアーファイナルとかおしゃべり会に向けてこう予定合わせて、そう、あの予定も合わせて来てくれようとしてるみんながいるので、なんかまずは今決まっているお仕事を全力でやらないとなって思って、もう初めての落語ですし、自信持ってこれが私の落語じゃってみんなに見せたいなって思って、もっと練習しなきゃなんですよ。ちょっとまだまだあの未完成すぎるので私の落語は、うん、そう成功させて舞台とかね、次のお仕事につなげたいし、うん、おしゃべり会も、もう私は本当におしゃべり会そう大切なんで、なんかこうもやもやした気持ちの中でおしゃべり会をやるのもなんか自分的にもちょっと、うん、あれで嫌で、そうそうそう、うん、そうだね、みんな優しいねうん、そう、私は中途半端にするのは本当絶対嫌なので、うん、そうよ、22日のおしゃべり会なんてめっちゃ完売出していただいてるので、うん、そうだからね、会いに来てくれようとしてるみんなのためにも、私は、はい、今目の前にあることを全力で頑張りたいなって思ったので、明日からの配信はなしにして、ほんと一回こんな決めたのに本当申し訳ないですけど、それはみんなを戸惑わせてしまったことは本当にごめんなさい。そうなんですけど、私はやっぱりいろいろ考えてた結果、今決まっている目の前のお仕事を
一つ一つちゃんと全力でこなすっていうのが今の私がやるべきことなのかなって思ったので、なのでそうね、本当にそう、ごめんなさい、そうよ、落語まだ覚えてないんすよ私ちょっとみんな言って、私に早く覚えろやって覚えますうん、だからね、ほんとごめんなさい、こんなずるずると そう、私はね、残りの、まあ、まだアイドルめっちゃ続けますけど、達成したいことあるので、あ、センス出しちゃった、はい、ね、メールでも言ったけどねそうなんです、メールで言ったことが全てですね、私には目標があるので、それに向けて、はい、頑張ります、から頑張ることいっぱいありますから私いやいや、もう折れてらんないよ私は、もう22歳なんだから、もうちょっとでやばいよ頑張んないと、だから頑張ります、そう、チャンスはどこに落ちてるか分かんないのでうん、あ、全然無理はしてないです、大丈夫、あ、ちょっとアルビーベントの前はちょっと結構キャパオーバーしてたけど今はもう大丈夫なんで、はい、だから私はそうですね、結論言いますと、明日からの配信はなしにして、もう今あるお仕事を頑張る、おしゃべり会とかツアーファイナルもあるし落語もあるし、それを頑張って、いろいろ頑張って、ちゃんといつか結果が出せるように、はい、頑張るので、それが言いたくて配信しました。みんないるかな、斜め押しのみんな。まあ壇上とかコメント見た感じみんないるので。そう、でもみんなのねメールの返信がすごい嬉しかったんです私。そう、いや、なんだろう、メールの返信今日見てて、あ、もう泣きそうになりました、みんなマジかってみんなマジかってなんだよって感じなんですけど、そう、めっちゃ来たの、そうなの、嬉しかった本当に、みんな本当に本気で私のことを押し上げてくれようとしてるんだ、いや分かってたけど本当に嬉しかった、超、いや、短い文とか長い文とかそういうんじゃないんですよ、気持ちが嬉しいので、本当に嬉しかった、マジ何が言いたいか分かんないですよねこの配信、すいません、でも私はいつもどんな仕事もやるからには全力に 100% でやりたいので、こういう考えになりました、はい、私がわけ分かんないさメールとか送っちゃったからほんとごめんなさいね、戸惑わせちゃってそうよ、今週の末じゃねえか、土曜日おしゃべり会だからね、みんなちゃんと
元気で来てね。うん、なのでちゃんと私のことをあの口から伝えられてよかったです、はい、明日はねあの朝からねお仕事があるので一日そう頑張ります。あ、稽古もあります。頑張ります。うん、そうよ、今メンバーはみんなツアーに向けてとかイベント頑張ってるメンバーもいるしツアーに向けて頑張ってるメンバーもいるし本当にみんな頑張ってるので、はい、これからも NGT のことみんな応援してください。うん、よかった、ちゃんと伝えられて、うん、みんなに伝わってればそれでいいです。私はそう、そうだね、本当みんなで、そうだよ、ツアーファイナルは全員出るからね。全員出るからさ、うん、そう、だからもう落語が終わったら私すぐ誕生日なので7日、もう7日はもうパーティーしましょう、みんなでショールームやるのでもうパーティーしましょう7日は、うん、そら落語が終わったらもうみんなお疲れのパーティーしましょう。まあ11月はねおしゃべり会もあるので、はい、よろしくお願いします。そうねパーティーしよう、パーティーだから、それまで私はまずは目の前のお仕事頑張ります。だから落語来てね。みんな落語ほんと頑張るのでみんな来てください。まだ席余ってます。そうだから誕生日まではもう私はもう頑張るぜいろいろ。うん、なのでよろしくお願いします。はい、という感じでした。じゃあ今日はね夜も遅いのにすいません皆さん、この辺で配信終わらせていただきます。ごめんね、みんないつもありがとうございます。みんな早く寝るんだぞみんな。こんな遅くまで付き合わせてすいません、本当にごめんね。落語覚えます。ありがとうございました。じゃあ終わりますね、ありがとう、おやすみなさい。